今日はですね、岡山市立中央図書館にやってきました。でここはね、岡山市北区二日市というねエリアです。まあ、一般的にはこの辺はね、世紀橋エリアっていうねイメージが強い場所になるんですけど、その目の前に、二日市公園がありまして、でその先はね、旭川が撮っております。ちょっと今日はですね、ご紹介したいものがあるのでご案内いたします。でこちら目の前にですね、駐車場があります。1時間30分無料なんですね。まあ、公園とかこの辺の図書館をね利用する方、まあ、ご用達かと思うんですけど、むちゃくちゃ安くて、で1時間半までは無料ということ でこの目の前がね、南区、北区から南区行くショートカットの道なので、若干交通量が多い時間帯もあります。で今回はですね、この交通量の若干多い道に気になるものがあります。もうすぐそこなんですよね。ちょっとこっち側行きましょう。で右手には旭川が流れてまして、ちょうど目の前車が片側通行的な感じになるので、この下の道がねショートカットの道になるっていう、ちょっとなんか独特な感じなんですけど、本当に交通量が多い中で、このちょうど分岐点の横に葬儀屋がねあるんですけど、そこの横にラーメンの自販機が設置されたということで、今日行ってみようかなと思いましてやってきました。そうそう、葬儀屋で、葬儀屋でもうちょっと、多分集客にもなりゃいいかなと思って。やっぱり、使い方とか勉強。さっきね、ちょっと朝方にちょっと教えてもらって。なるほど。一応ですね、岡山北区の中心部からは一番近いということなんですね、このピンク色の。まあ、その他、岡山市内もう2店舗ぐらい置いてあるんですけど、これでも3つ目ということです。早速、先ほどね購入した、冷凍ラーメンを調理していこうかなと思います。期間限定、設置日から3日間、600円で提供するということです。まあ、場合によっては、変わってしまうかもしれないんですけども、お早めにということです。はい、こんな感じです。対応物はこんな感じになってます。
スープ、チャーシュー、麺に乗ってます。で、これが作り方です。ちょっと老舗ラーメン屋以上に汚い感じですけど、ご了承ください。男の湯です。スープは、湯煎で10分、麺は茹でて1分から2分、チャーシューは1本。早速スープを入れていきます。これが、10分ほど沸騰させて温める。ほとんど1000円の方の自販機のラーメン自販機と感じは一緒ですね。作る工程とか、まあどちらもあれなんですけど、やはり作る食べる楽しみもあるんですけども、作る楽しみっていうのも十分ありますね。よし、ラーメン屋のなんかスタッフになったような気分を味わえる感じです。いい感じで沸騰してきました。これに入れます。で、これが5分から7分ほど、お好みの硬さで茹でますということです。こんな感じです。どうでしょう。ちょっといただきます。うん、普通のラーメン屋さんと変わりないぐらいな感じです。チャーシューももう本当にラーメン屋さんみたいな感じです。弾力があってすごいなんていうんですかね、旨味が詰まってます。ぜひ皆さん買って作ってみてください。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。